ディズニーランドでもっと効率よく楽しく遊びたいと考えている方に向けて、今回はディズニーランドの楽しみ方5選をお届けします。2024年版の最新情報をもとに、初心者からリピーターまで役立つ情報をまとめました。ぜひ参考にしてください。まず1つ目は早朝の混雑を避ける方法です。ディズニーランドの開園時間は公式には9時とされていますが、実際は異なることが多いです。平日なら8時45分、ハッピーエントリーを使えば8時15分には入場できます。休日は特に混雑が激しく、7時前には並んでおくことをおすすめします。早めに到着することで荷物検査の列もスムーズに通過でき、待ち時間を大幅に短縮することが可能です。次に2つ目、プライオリティパスの活用です。このパスを利用することで指定された時間に人気アトラクションを短い待ち時間で楽しめます。ディズニーリゾートのアプリで簡単に取得できるので、事前に準備しておきましょう。特にプーさんのハニーハントなどの人気アトラクションは10時前に取得しておくことがポイントです。3つ目はエントリー受付の攻略法です。特定のショーを見るためにはエントリー受付という抽選システムを使って指定席をゲットします。これも早めに並ぶことが成功の鍵です。当選確率を上げるためには夕方以降の回にエントリーするのが効果的、1時間以上前に並ぶのがベストとされています。4つ目はモバイルオーダーの活用です。ディズニーランド内のレストランで長い列に並ばなくてもスマホから簡単に注文できるのがモバイルオーダー。ピーク時間帯に注文すると受け取りが遅れることもあるので時間には注意が必要です。スムーズに受け取るためにも早めの時間に注文を済ませると安心です。そして5つ目、プライオリティシーティングでレストラン予約です。対象レストランでは事前に座席を予約できるプライオリティシーティングを活用しましょう。これにより長い待ち時間なしで食事を楽しめます。おすすめはパレードを見ながら食事ができるクリスタルパレスレストランや和食が楽しめるレストラン北斎です。以上、ディズニーランドをもっと楽しむための5つのコツをご紹介しました。2024年も新たなアトラクションやイベントが目白押しなので、ぜひこれらのポイントを押さえてディズニーの世界を存分に楽しんでください。